やゆが出た、爪葉川に落ちるカズヤ&和田氏。やゆが出た、和田賢治氏、僕を罠にかけようと、爪葉川笑い。などでご紹介してきた通り、カズヤ氏といえば、金粉が、爪葉川などの、青山やゆ芸が一つのコンテンツと私は認識していました。やゆを言論の自由と見る向きもあり、そういうタイプの人なのかなと思っていたんですが、まさか他人のやゆに物申すとは思いませんでした。玉木氏のツイート X を取り上げた動画の中の話ですが、その投稿はこちらです。式典の最中、今年もシュプレヒコールが聞こえてきた。核抑止論の限界を訴える広島市長の演説の時も、平和を願う子供たちの演説の時さえも叫んでいた。戦争反対と聞こえたが、まるで戦争反対運動のよう、もうやめませんか？常識ある国民の共感は得られません。カッコつきリベラルの限界。式典の時くらいは、静粛な環境のもと、みんなで失われた命の尊さを思い、慰霊の気持ちを捧げようではありませんか。言いたいことはそれだけです。私が特に問題だと感じたのは、子供たちが平和の誓いを述べる時も、シュプレヒコールが止まらなかったからです。子供たちの核廃絶に向けた希望を汚すように感じたし、そもそも死者に対する敬意を欠いた行為は許容できません。8月は日本にとって特別の月、先人の魂と静かに向き合う月にしませんか？とのことです。至極真っ当な投稿です。この件について、和也氏が擁護の動画を出しました。それ自体はもっとやれという感じなんですが、国民民主党の玉木代表、広島での平和記念式典さなかに騒ぐ連中を批判し、なぜか立憲民主党議員らがブチギレ。この玉木さんの投稿をですね、引用リツイートしているものを見るとですね、普段ネトウヨガーみたいなことを書いてる人がカッコつきリベラルに切れまくりなんですよ。自分のやゆはいいやゆで、他人はダメってさ、本当に人間ってのは愚かなもんですよ、とのことでした。ちょっとその締めの言葉がなければ何にもなかったんですけどね。冒頭でもご紹介した通り、和也氏はやゆ芸がコンテンツです。やゆが出た、爪葉川&アンチいない。青山やゆが出た、和也氏 CIA から聞いた、ご自身も出されてないですが、報道いかに読み解くか、読み解けてる？青山やゆが出た、和也氏、それメタンハイドレートはできないです。和也氏安定の青山やゆ、示唆はクソじゃなかったの、などと、私のチャンネルで和也やゆで検索すると、今ご紹介した通り、結構な数の動画がヒットします。普段ネトウヤ側と騒いでいるような連中が、国民民主党の玉木代表が使ったカッコつきリベラルに切れてて笑う。自分のやゆはいいやゆで、他人のやゆはダメなやゆ、とのことです。気に入ったのか、 TwitterX でも同じ文言が使用されています。サルーマ・ミレンダロ大会などもそうでしたが、他人をおもちゃにするやゆ芸が果たして政治言論系ナンバーワンのコンテンツとしてふさわしいのか、考えさせられました。健康くんも和也側になってるって思われてるだろうね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。